新ジャンル愉快な脱出ゲームやっていきたいと思います。コレオンゲームはなんか以前挙げたおかしな脱出ゲームを作っている制作者さんが作った新しいゲームらしいので、なんかすごい面白かったゲームらしいのでやっていきたいと思います。らしいのでって、まあ、自分やってすげえ面白かったんですけどね。やっていきます。それではニューゲームで、どんな感じなんだろう今回は。もう大体前回のやつはもう全てがネタ的なね、なんか会話だったんだよね。今回は主人公神尾くんなのかな。よみんな、俺は会社員の神尾。会社に向かう途中でとんでもない目に遭ってしまった。ワクワクするな。前回が良かっただけにね。脱出は脱出なんだろうね。また、まあ、前回も脱出ゲームって何なんだろうって感じだったけど、通勤途中で謎の組織に誘拐されてデスゲームをさせられることになったんだ。あ、よくあるよね。よくあるやる。週2ぐらいであるよね。絶対抜け出してやる。まあね、日常茶飯事だね。抜け出してやろうぜ。お、なんだなんだ、受付みたいなやつ。クックック、デスゲームの開始の合図のようですね。初回プレイですか。そうです、よろしくね。愚民どもよく聞け。愚民だと？なんだお前は。今回はなんか主人公は特徴的な語尾だったりはしないんだね。あれ結構好きだったんだけどな。俺はこのデスゲームを取り仕切る主催者。貴様ら愚かな人間には潰し合いをしてもらう。愚かか？最後に生き残った者たちだけがここから出る権利を得られる。死のデスゲーム。もうそれ頭痛が痛いみたいになってるよ。死のデスゲームは。な、そんなのやるわけないだろ。な、同僚の葵。同僚の葵を同僚の葵って呼ばないもん、普通。そうね、こんな読まいごと聞くことなんかないわ。このホールの参加者のうち最初に犠牲がなるのは誰かな。クッククック。特徴的だなお前が。人の話を聞かないタイプか。一番厄介なタイプね。こんなやつとまともに相手してられるか。とにかく脱出するしかない。いろんなところを調べてデスゲームから脱出しよう。デスゲームから脱出って珍しいよね。デスゲーム大体進行しちゃうもんね。どんなゲームやってもアイテムを渡しても実際にアイテムは残ってるぞ。安心して渡しちゃおう。そうだね、渡しちゃおうぜ。スマホのライブ機能で私がアドバイスするからね。いや、近くにいるんだから近くでアドバイスしてくれよ。なんでライブ機能の。頼んだぞ。ドラゴンボールみたいな髪型だな。あ、髪をちゃんと脱出を探してる。ちょっと待て、何飲んでるんだ。見ればわかるでしょ、ビールよビール。おー、リラックスしてんね。緊張感ないかお前、愛ちゃん。なんで今飲んでるんだという意図を汲み取ってほしかった。スマホとここでアドバイスするから頑張ってね。脱出するならアイテムが必要なんじゃない。ファイト。ふざけた女だぜ。なんだ人形がなぜここに。さあ、詳細者の趣味かしら。やべ、アイちゃんをこの声にしたことによって結構自分にダメージが出てるな。機械オタク。はあ、うっとりでござる。100分の1スケール、騎士ダムのアーム、素敵でござる。話が分かりそうなやつでござる。お主も騎士ダム好きでござるか。特に123話の展開が。騎士ダム123話、裏切り、友人 A は実は女で敵。おお、詰め込むな。いろんなこと急にありすぎて全然ついていけない超展開だな。について熱く語り合った。終わり。クックック、出られまい、怖かろう。一体何が目的なんだ。どうして俺たちは閉じ込めた。恨みだよ。俺の恨みは宇宙より黒い。恨みを買うことなんて俺はしていない。うん、それは俺が決めることだ。そうだね、まあそうだよ。テレビ、多数の人間を誘拐した詳細者を、詳細者をすげえ噛んじゃうわ。主催者容疑者は現在も逃走中です。警察は主催者指名手配されてるのか。おお、何のんきにピアノ弾いてんだよ。ピアニスト。ふんふん。違った。ふんふふん。
音楽は心を癒してくれますよ。今流れてる曲も私が演奏してるんですよ。こんな壮大な？ドラムとか鳴ってるよ、だって。ドンドンドンって言ってるよ。どうやってピアノでやってんの？トランペットとかも。へえ、興味ないな。ATM だ。オートメイテッドテレアマシン。なんで叫んでるの？機械好きなんだ。なるほど、主人公機械好きか。怪しい袋。まさか？小麦粉って書いてあるわよ。食料だったのか。小麦粉を手に入れた。やった、手に入れた。嬉しい。もうなんだなんだ、ロケットみたいなやつあるじゃん。なんか今回あれだね、前回の学校のやつに比べて人多いね。技術者。ああ、このロケットかい。僕は宇宙に行くのが夢でね、やっと完成させたんだ。なんでここにあるんだ。一緒に誘拐されてきたのさ。まあ、いっちゃうよね。え、どうやってだよ。どうやってだよ。この規模誘拐できるって相当だぞ。まいっちゃうね、それは。あ、自販機なんか買おうっと。限定13倍中。超激ヤバタニエンエナジー。1万円高っ。誰が買うんだよ、これ。まあ、あれ買えないの？買えないんだ。誰あんた。弱気男。デスゲームとか怖いよ。殺し合いなんてできないよ。いや、めちゃくちゃできそうだよ。誰か呪ってそうな風貌してますよ。人を何人か殺してそうな目をしているのにな。人は見かけによらないね。噛みまくってんだけど。殺してるのは自分の気持ちさ。この目つきは生まれつきとカラコンさ。じゃあもうカラコンじゃん。それならさ、ぶっちゃけ言うとさ、カラコン発せよと思うのさ。言ってないの？心の中の声今の何？変態って。もうダイレクトに変態いたりする？おや、こんなところまで来るとは。相当の物好きですね、あなた。あなたのその好奇心をたたえて、これを差し上げましょう。虫眼鏡、なんで？あ、まあ、そうか、好奇心といえば虫眼鏡だよね。わかるよ、気持ち。さすが変態。いっぱいいるな、マジで人。消火器の隙間、こういうとこにアイテムがあるんだよな。ホコリだろ、どうせ。お、投げちゃった。え、ちょっと気安く触らないでよね。あ、すまん。最近の人間はマナーがなってなくて嫌になっちゃうわ。めっちゃ怒ってんじゃん、消火器、かわいい。待ってよ、待ってよ、消火器。まあね、前回でもなんか犬がね、普通に喋ったりしてたから、まあ、こういうのはあるよね、多分。メイド、視力検査してるんですけどね。いや、まあ、だとしたら直線上に立てよ。そっからだったらちょっと斜めになってる。上、右、下、左、よし。いやー、わかんねえわ。ちょっとこっからじゃ。次は上だ。こっちだよ。いやー、愛騙された。何の話してんの？いたずらじゃないですか？どういうこと？どういうことよ。そんなん書いてあんの？視力検査のあれだな。俺の視力は両目 2.0 だ。無駄にいいわね。じゃあ、美人の私はどう見えてるの？美人の私は美人に見えてる。あ、急に目にゴミが。いい温度感じゃん、二人。です。バニーガール先輩って。ちょっと多すぎて声色変えるバリエーション俺そんな持ってないんだよ。どうしような。デスゲームなんて別荘ですわ。じゃあ危険しようぜ。危険できんの？あら、女には武器がいくつもありますのよ。涙とかだろうか。こういうやつは頭切れることが多い。接客業は臨機応変さを求められてるかな。いい状況分析したな。背が高い、人体模型だな。なんでこんなところに。お、なんかキラキラしてる。ん？トイレの便器に何かあるな。すっぽんのようなものを手に入れた。なぜ？これはトイレ掃除に使うものだな。だとしたら汚いだろ。ある程度の長さがあって何かに使えそうだが。便器まで隅々調べて俺は何がしたいんだ。ちゃんと手洗ってきてよね。用でも出してっか。わあ、カメラ回ってるか。ライブだから。あ、そうなんだ。そういうライブね。こんなとこ何度も調べたくないな。いいから早く出なさいよ。映像が流れてること忘れないでね。じゃあ映像綺麗や。もう、あ、おばあちゃん。まあその前にこの勇者。変身願望男。デスゲームか。俺の変身能力を持ってすれば余裕だな。じゃあ早くやってみせろ。変身できるんでしょ。前回もそうやって中二病瞬間移動できたからね。お前もそのタイプだろ。ふん、言われるまでもない。おお、どうだ、すごいだろ。すごいすごい。おお、すごい。ちなみにどれくらいで元に戻れるんだ。ふん、大体半日はかからな。一人脱落と。な、測ったな。いや、でもお前その方、その見た目の方がね、いいよ。多分愛されると思う、人に。特に俺には。ゴミ箱だな、こういうところは怪しい。中に何か隠れてるかもしれないからな。
そうかもしれないけど、ゴミ箱を漁る同僚なんて見たくないわ。じゃあもう見るんじゃない。脱出するためだから。しかし、中が暗くてよく見えないな。で、懐中電灯的なやつがいるんかな。まあでもこの脱出ゲームには、通常の脱出ゲームのルールなんて全く関係ないみたいなとこあるからね。ならん。まだ何も。ならん。この先は女子の楽園。あの、何何、殺されんの。近寄らないでおこう。これはさすがに。何この能力、無駄にエフェクトこだわってんな。観葉植物だ。別に俺の心が落ち着くわけじゃない。まあ、前回これでクリアしてるからね、ちょっと1回10回ぐらい。いや、どっか、主催者が寛容になってクリアできるかもしんないからな。できないわ。まあ、めっちゃいけるとこ多いな。観葉植物その2だな。観葉植物マーク2と名付けよう。その名前に意味あるの？量産型っぽくてかっこいいだろ。そう。めっちゃ、まあね、女の子と男はちょっと相まみえないとこあるからね。うむ、デスゲームか。ちょうど退屈していたところだ。いい刺激になる。ついでに何か刺激的な飲み物でも ないかの。衝撃的な飲み物をくれたら洗脳マシンをくれてやるのだが。やべえじゃん。金持ちの考えることはよくわからん。洗脳マシンはやばいだろ。行けるとこ多すぎてちょっとどこ行けばいいかわかんねえな。バルキリーって女戦士。デスゲーム、つまり戦いのようなものでしょう。戦いは得意中の得意であります。敵を蹴散らしてみせましょう。何か勘違いしてないか。それはそうと、この辺でこんなものを見つけました。おお、ありがとう。コイン、ラッキー。おー、サンキュー。謎解きに使えそうだ。確かにね、ありがとうね。じ、なんだ。よく見れば凛々しいお姿。よければ死後展開で戦士となりませんか。どういうこと。丁重にお断りするよ、本当に。そんだけ。何何、コインここでどこで使うの。あ、鶏がいる。背、対象者、秀才者、愛、鶏、ばあちゃん、ボディーガード、ピアニスト、技術者。何、正解。あ、なんだろうね、なんだろうね、わかんねえ。コケ、コッコッコ。鶏だな、何か加えてるようだが。コケ、コ、コケ。これじゃ取れないな。どうやって取んだろうね。まあ、とりあえずちょっとこのゲームセーブしなくても大丈夫みたいなゲームなんだけど、やっぱセーブしといた方がいいかな。暖炉の奥に何かありそうだな。そうだ、すっぽんで、おお、すっぽん、何か出てきた。どれどれ。懐中電灯を手に入れた。これは懐中電灯、明かりに使えそうだな。暗いところを照らすライトね。暖炉にこそ必要なものじゃないの。まあ、まだ調べてないところもあるだろう。そうだね。まあ、とりあえずゴミ箱に使うんだろう。なんかかっこいい魔法使いみたいなのも喋りかけたいけどな。ゴミ箱の中が暗くてよく見えないな。そうだ、懐中電灯があったぞ。ライトつけてみよう。それ、見えた。謎の手紙を手に入れた。背が高くて文句も言わない大がお金持ち、でも人間じゃないものを2回調べよう。背が高くて文句も言わないお金持ち、でも人間じゃないものを2回調べよう。手紙はなんだ、これだけか。お金持ち、高身長、頼れる。神尾とは正反対ね。ほっといてくれ。2回。こいつは金持ってないもんな。こいつかな？背高い。あ、こいつじゃね？あ、ちょっとセーブしとくか、怖いから。お、ちょっと。神尾会社員。HP200、MP300、年齢25。へぇ。お、小麦粉。虫、あはは、粉塵爆発すら起こせる。謎解きには関係ない。履歴書。誰かの履歴書のようだ。不採用と書いてある。なんとかう、なんとかなんとか。文字がかすれて読めない。何なんだろうね。スキル何あんだろう。社会人。社会に何らかの形で参加しているという証。これがないと社会的に死ぬ。そうだね。神神尾、25歳の会社員。神神尾にしては全然噛まないよね。俺の方が噛んでるから、俺の方が神神尾みたいなとこあるよ。髪型にはこだわってる。朝は1時間の髪の毛のセットから始まる。おしゃれ。うん、そんなもんだね。セーブしとこう、一応。こいつを2回調べてみるか。あー、こいつじゃないんだな。あ、お金持ち、無口、こいつかな。これを2回調べてみるか。これじゃないんだな。まあ、頼れるとかが違うな。こいついたっけ。はあ、やべえ。何飲んでんだ。点滴だよ。ひゃーはは。やばいじゃん。関わらないでおこうだよ、本当に。飲む点滴、甘酒だよ。最初から言えよ。どうした？
背が高くて頼れるってなんだろうね。あ、こいつ？あ、こいつだ、やっぱり。背が高くて文句も言わないお金持ち。でも人間じゃないもんって、まさか。釣り、マン、ATM？ そうだ、わかったぞ。現金自動預け払い機は背が高く、お金持ちで文句を言わずお金を出して、人間じゃないんだ。正解でーす。やった！これあげます。ATM が1万円と明細書をくれた。やった、ありがとう。ありがとう、ATM。君のことは忘れない。いやー、照れますねー。かわいい、ATM。ATM かわいい。またご利用ください。ATM、男気に溢れたやつだった。1万円で買いなさ、だらさ、噛みまくってる。ちょっとこいつに喋りかけとくか。ボディーガード。いけません、お客さん。お客人。なんでだ。この先、お嬢様が入浴中ですので。なんとかして見れないものか。そうか、失礼した。そうか、逆でしょ。かっこ逆だろ。なんとかして見れないものかを発しちゃダメだよ。そうか、もう、神、神、神よ、ほんとに。お客人、本音と建前が逆になって、あ、お前、俺が言いたいことを全部教えてくれたね。これね、なんとかして見れないものかってのがさ、普通心の声なのにね、もう。かわいいやつだな。ここを調べてみるか。キープアウト、立ち入り禁止か。こっからは出られないな。壊せばいいじゃない。キープアウトって書いてあったら、出ちゃダメだろ。律儀だね。お前そういう律儀なとこあるな。こういう非常ベルってなんだか押したくなるよな。別にならないわよ。かあ、ロマンがわからないな。うん、そうだね。まあでも押したくなる気持ちはわかる。主人とメイドの禁断の恋。真冬の燃えるベッドメイク。見なかったことにしよう。やべえな、今日マジ噛みまくるの。ミルクティーだな。ごきゅうごきゅう。いやもう目の前の人飲むだろ。せめて前の人に断れ。本当だよ。いいんですのよ。捨てておきますから。いや、ええじゃねえわ。まあ、ゴミのように扱われてんだ、お前は。あ、なんだ。なんだ、この空間。うん。とりあえず1万円使うか。今回はいっぱいセーブしとこう。とか言いつつ、買いたくなっちゃう気もするな。そうだよ、買おうぜ。1万円払って超激ヤバタニエン。エナジーを手に入れた。超激ヤバタニエンエナジー、味が気になる。せっかくだから欲しがってる人にわらしべ長者しましょう。俺が買ったのに。まあ、1万円元取るってまあまあきついと思うけどね。くんくん、この匂いは。なんだ？セクハラかしら？本当だよね。その手にあるのは幻の超激ヤバタニエンエナジー。念願のヤバタニエンエナジーを見つけたぞ。そう、関係ないね。殺してでも奪い取る。何か譲ってくれ。え、どういうこと？こいつ、富豪目線なの？何か譲ってくれ。だな。そう言われてもな、この洗脳マシンを手に入れるのも相当苦労し、先あげるって言ってたじゃん。では、交換というのはどうだ？そこまでしてもらって悪いな。サンキュー、交換しようぜ。これ、分岐あったんかな？うわぁ！洗脳マシンを手に入れたんだが、次はどこに行けばいいんだろうな。そんなの決まってるじゃない。何か分かったのか？分かるも何も、相手を洗脳できるマシンなんでしょう。主催者の主催者を洗脳したら脱出できるじゃない。本当だよ。それはいいのか、人として。人として道理に外れたことをしてきたのはあっちだからいいのよ。あいつを洗脳して、ここから脱出しましょう。こっちも人の道を踏み外してそうだが、いいのかな。クリアフラーが立った。好きなものを洗脳しちゃおう。そうなんだよね。こっからあれなんだよね。このゲームって、こっからが楽しいんだよね。まあだからこれまで見てくれた皆さんありがとうございます。ここから怒涛の展開になりますよ。そうだ、懐中電灯で。わ、眩しいな。やめてくださいよ。工事中なんですよ。すまん。あ、なるほどね。こういうのもあったわけね。だからここからが楽しいんですよ、マジで。この作者さんの俺はセンスを信じてるから、もう誰やっても多分楽しい展開になると思うんだよね。もう、期待の斜め上を行くっていうね。で、かつ面白いからね、最高。まあ、だから最初言われた通り、この、主催者を洗脳してみます。よく考えたら、こいつを洗脳すれば俺だな。主催者を洗脳しますか？ OK。わわわわわ。なんだ？あ、俺どんな声だったっけ？まあ、いいか。頭が割れる！うおー！ぐぬーおー！やったぜ、主催者の洗脳に成功した。主催者、こっから出してくれないか？わかった。ちょろいもんだぜ。ドアは開けておいた。やっと出られるぜ。ちょっと、私を置いていかないでよ。
こうして俺たちは脱出に成功した。助けに来た警察にいろいろ聞かれたが適当にごまかしておいた。デスゲームの主催者を洗脳したなんて言えるはずないからな。エンドに主催者を洗脳した。やったー。どうせこれまたエンド1あれなんでしょ、隠しみたいなやつなんでしょ。なんかを10回やったりとかするんでしょ。電話かけたりすんのかな。もしもし、俺だよ、俺、おばあちゃん。今すぐ100万を、なんで俺詐欺してんの急に。おバカさん、パソコンなら最近のスマホの普及で持つ人も少ないのか。で、持っていれば持っていたらで何かと便利よね。そうだな、しかし気軽に買うには高いかな。そうだよね、パソコンがもうちょい安かったらね、いいんだよね。面白い。次誰し洗脳しよう。まあ多分あれだよね、もう最も分かりやすいのはこいつ。あ、こいつの口になんか加えてんだよね。あー、まだ待て、こいつを洗脳してと、ちょっとお嬢様の入浴シーン見ようぜ。こいつを洗脳すれば解いてくれるんじゃないか。ボディーガード洗脳だ。う、何ですかこの変な電波が。急ぎのようだ、通してくれるか。分かりやした、すまねえな。いやー、今からサービスシーンになりますよ。ちょっといろいろ調べれませんね。キャー、神尾さんのエッチ、なんで知ってんの名前。すまん、そんなつもりじゃなかったんだが。そんなつもりだったら悪かった、この通りだ、許してくれ。これ結婚するんでしょどうせ。まあ間違いは誰にでもありますか、ありますわよね。許してくれるのか。何かの事故だったんでしょ、仕方ありません。いやいや、もう全然だよ。前にいたやつ洗脳してガンガン見る気で来たからね、こっちは。俺に天使が舞い降りた、結婚するのか。嘘です、こいつは自らの意思で風呂に赴きました。あ、バカ。そうですの、そういうことでしたの。俺は無実だ、冤罪だ。おお、何何何何、覚悟はよろしくて。あ、バトル展開だ。いやー、もう女の子か。その後神尾の姿は見た者はいない。バッドエンドに風呂を覗きに行った。このエンディングを真っ先に 見つけた君はエッチだね。いや違うんだよ、俺がエッチとかじゃないんだよ、視聴者さん目線、みんなが見たいだろうなって。だからここで、あ、そっか、一番最後にすればよかったのか。これをね、目標としてる人たちもいるかもしれない。とりあえずニワトリ洗脳していますね。コケ加えてるものをくれ。お前なんか喋れんの。ええよ、謎の紙切れを手に入れた。これがあれなんだろうね、多分あの隠しエンドみたいなやつなんだろうね。どれだ、これか。すごい、メモの5倍以上の余白がある。クリア方法は人形5回調べてみよう。出たー。これは一番最後にやろうかな。だって多分これがそういうことだもんね。これ何なんだろうね、制服対象なんだろうね。あ、制服対象か、洗脳対象だ。洗脳対象者が 1,2,3,4,5,6,7 人なんだ。主催者、愛、鶏、ばあちゃん、ボディーガード、ピアニスト、技術者。で、今、主催者と鶏とボディーガードやったから、ばあちゃん、ピアニスト、技術者、愛。愛は同僚だから、ちょっと一番最後にしようか。たぶん、ばあちゃんを洗脳して、女子トイレ行くか、じゃあ。もう、女風呂とか女子トイレとか最悪だな、俺は。ならん。まだ何も。ならん、この先は女子の楽園。ばあちゃん、悪い。キニョー。神尾が命ずる。その場をどけ。おお、すごい身軽やな、ばあちゃん。あんた、人としての心がないのか。そんなもの、母親の腹に置いてきたぜ。もともと持ってないじゃん、じゃあ。警察、女子トイレに侵入者あり。え、総員確保。ばかな、早すぎる。確かに早すぎる。にやり。ばあちゃん、測ったな。警察署内、あれ、面白そうだな。だからあれは事故だったんです。ふざけるな、目撃者の証言もあるんだぞ。愛ちゃんか。くっ、俺がそんなやつに見えるか。髪型が怪しいし十分見えるだろう。ぐっ、いい加減生えたらどうだ。あれを使うしかないか。洗脳マシンか。まさかあれってなんだ、洗脳マシンなのか。やめてよ、これは俺の好きなパン盛り合わせ。いやいや、お前そんなもんで釣られるわけないじゃないですか。私めがそんな、君は田舎から都会に出てきたんだろ。地元のパンが好きだって。地元のパンが好きだった。そうだね、食べていいぞ。うめえ、こんなうめえパン食ったのは久しぶりだ。あ、カツ丼的な感覚なのかね。ケイジさん、俺の口の中もっさもさだな。食パンのような
真っ白な人生歩もう。俺がやりました。いや、女子トイレ入っただけじゃん。その後、俺は自分の罪を認め、連行された。みんなは真似しないでね。まあ、真似しないよね。普通の大人は。さあ、次は誰に話そうかな。まあ、ちょっとここで。じゃあ次は、秀才者、ばあちゃん、ボディーガードって、鶏ってきたから、ピアニストでも洗脳して、シューベルトでも弾いてもらおうぜ。我が春はポカポカ陽気。ピアニスト洗脳しますか。さあ、いい音楽を奏でてくれよ。脳が8切れそうだ。ピの、うま。ピのうま。まあ、うまいうまい。俺もね、アイスの中ではトップ3に入るぐらい好き。とびきりハッピーになる曲を弾いてくれ。わ、おしゃれじゃん、ちょっと。なぜです。それでみんなを幸せな気分にして、デスゲームを無効化するんだ。わかりました。今すぐに。これ、素敵だよ。普通になんかドラマ仕立てにすればなんか素敵になりそうだよ。Let's dance! Hugh Party! Yeah, party people! なんだこれ。もっと情熱的に。何これ。Love and Peace! Love and Peace! 何やってんだろう私たち。本当だよね。俺も踊りたくなってきたぞ。いや、お前ちょろいか。ああ、お前も来い来い。なんだこれ。こうしてダンスは主催者を巻き込み、すべての人が一つとなって踊りまくった。ダンスが世界を救ったのであった。ダンスが生んだ愛、ダンスが生んだ平和。愛と平和、それこそが脱出ゲームなのだ。エンド4、ダンスエンド。おもろい。さーて次は誰を洗脳してやろうかな。クックックック。じゃあ技術者を洗脳してロケットで脱出しようぜ。僕はこのロケットに乗るのが夢なんだ。叶えてやるよ。一緒に宇宙へ。無限の彼方へ。さあ行こうぜ。ぐー、頭が。そのロケットに乗せてくれないか。そうだね。そういう約束だったね。準備はできてるよ。さあ乗り込んで。3、いや違うか。3 2 1、点火。発射とかじゃねえんだ。うおお。俺を乗せたロケットはデスゲーム会場を脱出した。なんだ。そして俺はちょっとした冒険心はどっかに飛躍したかというと出たマップこんなにも発達した世界からだんだん遠ざかっていき、さらに遠ざかっていき、そして俺を乗せたロケットは宇宙に進出した。これが宇宙。いつか来てみたいとは思っていたが、こんな形で叶うなんてな。愛にも見せてやりたかったな。さらば地球。あ、宇宙船人工衛星的な感じなの。人類が新たな発展を遂げるため新惑星を見つけることを決意した俺は。マジそんな決意でお前宇宙の、あ、ロケット乗ってたの。母なる地球を後にした。出た。これ一押しってことなのかな。このエンドロールが流れるやつ、大体面白いんだよね。Thank you for playing. 宇宙に進出した。育ててくれた地球。スペシャルサンクス育ててくれた地球って。いいの？やってくれた、まあ別に俺らに感謝しろよとか言ってるわけじゃないけど、普通なんかあの Thank you for playing なんかエンドユーみたいな、そういうなんかそういう感じじゃないの。なんかやってくれた人々に感謝するパターン多いけど、うん、あれ次なんだっけ。じゃあ次はね、秀才者、鶏ばあちゃん、ボディーガード、ピアニスト、技術者って来たから、次愛ちゃんを洗脳してどんなことをするんだろうね。興味あるな。洗脳マシンを手に入れたのね。ちょっと私に向けないでよ。同僚の愛を本当に洗脳しますか。そうだね。メロメロにしてやろうぜ。日頃の恨み。あ、よし、やった。お前は、俺と同じ考えしてんじゃん。お前は俺のことが好きになる。好きになる。あ、スイッチ入れ忘れてるわよ。恥ずかしい。あ、でもこれ、愛ちゃんももともと好きで、結婚すんの結婚エンドあんでしょ、どうせ。噛み寄って私のこと、そういう風に思ってたんだ。いや、これは違うんだ。
好きになる好きになるだっけ。いやそれから勢いで飛び出した俺は脱出することはできたものの、再び愛に合わせる顔がなく、しばらくの間家に引きこもった。ちょっと出てきなさいよ、気にしてないから。バッドエンド1、引きこもり。あれ、結婚エンドじゃなかった。告白って素敵だね。そうだね。どうだろう、あともうエンディング1個かな。あ、1個だね。じゃあ人形に喋りかけて実況を締めくくろうかな。いや、今回も面白かったな。さあ5回目。あれ、あー、5回目。なんだこれ。あれだもんね、一作品目は観葉植物で観葉になったもんね。人形でどうなんだろうね。バカな、俺の本体を見破るとは。え、そうなの、そっちが本体だったのかよお前。あれは秀才者の本体は人形だったのね。人を人形のように操っておいて、自分は人形の人形に過ぎなかったんだわ。秀才者、ここがお前の野望の終わりだ。俺は夢を見ていた。夢？まともな社会人になるという夢。あ、叶えねえよそんな。お前デスゲーム主催したじゃあもうまともな社会人に戻る道は残ってないぞ。それを、髪をお前は奪った。何のことだ。お前に面接で落とされた男、それが俺だ。え、そういやそんなやついたな、落とした気がする。髪を、なぜだ、なぜ俺落としたんだ。いや、そういう考えに至るからだよ。お前が俺を落としたりしなければこんなデスゲームを開催 しなかった。いや別にこんなデスゲームなら全然いいですよ。だって誰もデスしてないんだもん。ノーデスゲームですよこんな。いやだって面接中クッククとか笑ってて、猫背で態度も悪かったし、落とすだろそんなやつ。まあ、そうですね。なんかね、本屋さんとか行けばなんか面接の攻略本みたいなの売ってるから、基本それ通りやってりゃいい。でもあんまね、それに染まりすぎちゃうとやっぱ量産型みたいな思われて無個性って思われちゃうから、ちょっとは個性を出していこうね。そんな、うわー。あと履歴書の趣味欄に人が潰し合う姿を見ることはないだろ。あの空欄だった部分がそう。やばいやつだもんね。やめろー、もう自首します。そうだな、だって今ならまだ、まあそっか、みんなを誘拐した罪で誘拐罪には問われるね。でもこれはこれで楽しいエンターテインメントだったってみんなが納得するのならいいんじゃないかな。まあそうだな、履歴書もちゃんと書いて態度を改めたら、また面接でやらんことはめちゃ上からいいやん。ううありがとうございます。まあいいんか、上からで、だって企業と一個人だもんね、求職者だから。一件落着ってところね。こうして一つの事件が終わった。秀才者は警察に捕まったが、何年か経って出てきた。そして後日俺の会社に再び面接に来た。律儀なやつじゃん。履歴書の趣味欄には人を幸せにすることと書いてあった。逆にそれも怖えわ。俺は秀才者に微笑みながらうなずくと、意味が曖昧なのでとりあえず不採用にしておいた。好きだよこういうオチ、好きだよ。エンド1、デスゲーム終了。本作のクリアおめでとうございます。アイテムの履歴書は秀才者のものです。あー、そうなんだね。まあ分かってたけど、まあ主人公が持ってたのはなんでなんだろうね。あー、だから秀才者が入れたんかな。返品された履歴書を、お前俺のことを忘れんなよっつって脱出ゲームに誘拐した時に入れたんかもね。いや今回も普通に楽しかった、めっちゃ。ただ前回はなんかすげーサクサクだったけど、今回はなんかいっぱい喋りかけるとこだったからなんか難しかったね。まあ難しくはないんだけどね。まあでもなんかできる要素がいっぱい多くて、洗脳ってのも面白かったね。なんか鶏も猫も可愛かったしね。うん。まあそれでは、まあ、あ、そうか、ここを読むのもちょっと好きなんだよな。秀才者の野望を打ち砕いたゲームクリア、主催者を洗脳した、やっぱこれだね、ロッテのって感じだね。人類は宇宙に進出した新たな星を見つけるために。素敵じゃん。ダンスで世界平和、音楽は世界を救うんだ。同僚の愛に愛の告白。ダジャレになってたのか。同僚の愛に愛の告白、失敗失敗。風呂を覗くなんてエッチ、当然バッドエンド。まあバッドエンドだけどバッドエンドじゃないみたいなとこあるね。だって見れてんだもん。何入ろうとしてんだ、人生が終わるぜ。
女子トイレに入って人生を終わらせるなんてことはしたくないね。というわけで今回も、新ジャンル愉快な脱出ゲームやっていったんですが、まあこのゲームも本当手軽にできて、多分こうやって実況しながらとか喋りながらじゃなくて一人で楽しむ分だったらもっとサクサク進むし、普通に一人で大笑いしながらできるゲームだと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。本日はって最近よく言っちゃうんだよね。もう言わないようにしよう、これから。実況の、そうだね。なんて言うんだっけ。こういう時。笑えばいいのかな。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回、別のゲームで会いましょう。